はい、フナピーのハートも熱いですわよ。はい、フナピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。今回はフナピーの大好きなポッチャレラさんひなさんのブランドはひなスタイルの5月1日に出されたアイテムが早くもお値下げされていたんでございますのよ。しかもフナピーが欲しかったけど諦めたやつ、なんてラッキーなんでございましょうね。それがこちら、シアードットスカートでございます。ドットもね、トレンドでございますわね。商品情報はこちらでね。サイズは 3L でございます。お色は中黒、ブラックとホワイトのランダムドット柄となっております。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み2189円のところ990円にお値下げされておりました。素材はポリエステル 100% のトレンド感ある柔らかいシアー素材となっております。もちろんストレッチ性のある裏地付きでございます。ポケットはございませんが、シアー素材っていうことでシルエットや見た目が悪くなってしまうから、ポケットはフナピー的にはなくてもいいかなって思いました。ウエスト前はフラットで、後ろは端から端まで幅広いゴムになっていて、4つもステッチされていて、シャーリングのごとくしっかりしております。そしてしっかりしてるゴムでございます。はいはい、このひなさんのブルーのタグの裏にはこだわりのポイント、グッドが1から4までございます。そこをふなぴーがちょっとだけ突っ込んだり突っ込まなかったりして紹介したいと思います。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。待ってます。ではこちらひなさんのひなスタイルのシアードットスカートでコーディネートしてみたいと思います。トップスは淡色パープルの、お袖の長さが変えられる星玲奈さんの 2A プルオーバーに、足元は季節感のあるメッシュサンダルに、持ってるバッグは星玲奈さんの 2A バッグで、フェミニンモノマネコーデしてみました。はい、そして今回フナピーが購入したこちらひなさんのシアードットスカートでございますわね。164cm のフナピーは 3L を着用しております。はい、ゆとりあるサイズ感でございます。ウエストは後ろはゴムなので、ポッコリお腹に食い込むことがなく着用できました。裏地もゆったりしているので、肌にピタッと張り付くことなく足さばきもようございます。スカートの丈はふくらはぎがちょうど隠れるぐらいのミモレ丈となりました。そしてひなさんのこだわりのポイント、グッドワンでございますわね。腰回りがすっきり見えるマーメイドシルエット、言われるとそうかなって言った感じのゆったりとした
マーメイドクリアシルエットで膨れすぎずすっきり見えます。次はグッドツ、ウエストを折り返して長さが変えられます。このウエストの部分を外側にこう折り返すとこんな風に丈が短くなるから低身長さんでも楽しめますわね。その分ね、ちょっとだけウエストがきつくなるような気がします。ふなぴーは折り返したくない派でございますけどね、なるべく長い丈で履きたいです。次はグッド3、ウエスト後ろはゴムで楽ちん仕様に。はい、後ろはこのように端から端までゴムなので履いていても楽ちんだし、脱ぎ履きも楽ちんでございます。楽ちんのダブルでございますね。最後のグッド4、裏地が長めなので足元が透けにくくて安心。どうでしょう、どのぐらい長いかっていうと、はい、こんな感じでね、ほぼ3センチぐらいでしょうかね、足が見えるのは。なのであまり足が透けて見えなくなっているのがいいと思います。また裏地もゆったりしているのもよろしゅうございますわね。はい、次行ってみましょう。マンテルネックレスをつけて、トップスは岡田由依さんの主張しすぎないロゴプルオーバーをブランディングして、足元はムムさんのパールパーツ付きサンダルと由美さんのトートーバッグで、気負わないちょっとそこまでのデイリーコーデにしてみました。はい、次行ってみましょう。手首にはひなさんの華奢なバングルをつけて、インナーはおみさんのタンクトップに H&M のテーラードジャケットと黒のパンプスと黒のバッグでコーデしてみました。タンクトップやパンプス、バッグはブラックで統一感を出して、テーラード襟ジャケットで銀座でショッピングきれいめコーデにしてみました。このふわっと感がまたよろしゅうございますわね。今回はひなさんのひなスタイルのシアードットスカートでコーデいたしました。淡色パープルに合わせたフェミニンコーデ、ロゴプルオーバーでデイリーコーデ、銀座でショッピングきれいめコーデ。さて、ふなぴーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。これでふなぴーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。ふなぴーはパーを出しました。